どうもあいちです。皆様、春休みいかがお過ごしでしょうか多分、もうすぐ終わりますよね、春休み。で、ここまで一回ちょっと振り返りましょう。皆さん、春休みを。振り返った時に、やっべな、だらだらしたな、とか、やっちゃったよ、なんか無駄な時間過ごしたな、っていう、ちょっと自分を落としちゃうあの結果というか、時間を過ごしたなっていう印象がある方は、残り、まあ、1日でも2日ね、短いと思うんですけど、残った春休み、ちょっと一生懸命やってみましょう。っていうのは、 えー、春休みやっちゃったなっていう自分にネガティブな思いをの持ったまんま新しい学年行くとですねほぼスタートにこけますでほぼスタートにこけると最初のテストこけますで最初のテストにこけるとその学年の中で自分はこの辺なんだって思い込みができちゃうので1年間もっと言うと中学3年間とか高校3年間に大きな影響を持つ可能性も出てきますまあ3年間とか残った期間か。うん、なので、あのー、前半ね だらだらしちゃったって思いが出てきたとしても、まあ、それでも最後は踏ん張れたよねって最後は頑張れたよ俺って最後は耐えたよ私って思いを持つだけでも運命の差なので残り数日間ちょっとね踏ん張ってみましょうで、まあ、今回伝えたかっのはそれじゃなくてですねで今回は例えば勉強とか、えー、学校生活日常生活でメンタルが不安定になりやすいっていう思いを持っている方つまり落ち込みやすい で、それはね、いいと思うんですよ。私も落ち込みやすい性格なので。それは悪くないんですけど、自分の中で、そこをなんとかしたいっていう、ちょっと変えたいなっていう思いを持っている方に、一つアドバイスがあります。私が、まあ、アドバイスというか考え方。私が、あの、もともとめちゃくちゃね、ネガティブですごい落ち込みやすくて、しかも落ち込んでる期間が長いんだ。俺、もともと。それが、今でも落ち込みやすいですけど、でも落ち込んでる期間が短くなったし、落ち込む回数も減った、昔よりは。 その考え方一番大事にしてるのが一つあってそれだけシェアさせてもらいますその手短にいきますねで何かっていうと自分を褒めるための選択をしないっていうでこれを聞くとあの俺めちゃめちゃ褒め押,し押すじゃないですかあの一日夜寝る前に必ず一個自分のこと褒めてねっていう話もするんですけどでそれ言うとねちょっとあべこべに感じるかもしれないんですがそことちょっと違くって例えば何か、えっと、自分の中で選択肢が出てきた時 日常生活とかね、ああじゃあ勉強を何時間頑張ろうみたいな時もいいです、ね、それでも。時に、自分を褒めるために選択をしようとすると、めちゃめちゃハードルが上がります。っていうのは、みんなはまあ中高生の方が多いと思うので、えっと、思春期、多感な時期と言われる時です。でそういった時は、ホルモンの関係とかもあって、自己肯定感とか、つまり自分を認めてあげる、自分を褒めてあげる気持ちも似てると思います。 その辺が生まれにくいんですよ。そういった時期なんです。みんなが悪いとかじゃなくて、まあ、みんな多くの方がそうなのね。だから、自分を褒めるために勉強時間を例えば設定しようと思ったら、みんなさ、周りにさ、めっちゃ勉強頑張ってる人いると思うんですよ。例えば SNS とかもあるから、Twitter とかインスタ見ててもさ、学年とか載ってるわけじゃん。で、同じ学年なのに、わ、この子、同じね、同じ性別でね、同じ学年なのに、すごいやってる、みたいな。 だから、5時間やってるさ、春休み毎日5時間やってる同級生がいたらさ、その5時間を超えないと自分を褒めるって難しくないですかもともとさっきも言ったみたいに自己肯定感が低いから、褒めるためのハードルってめちゃめちゃ上がるんですよ。上がってしまうんですね。だから褒めるため、自分を、その、よく頑張ったねって言ってあげるための選択をしようと思うとすごい高くなってしまう。でも、そうじゃなくって、自分がね、何かを選択するとき、さ仕事量とかもそうなんですけど、時には、 褒めるための選択じゃなくて、自分を嫌いにならないための選択をしようっていつも思うんです。これが違いで。結局でもね、自分を褒めるために選択しても、嫌いにならないっていうための選択をしても、似た選択になることはもちろんあります。あるんだけども、自分はこれをえっと選んでしまったら嫌いになっちゃうなっていう、つまり NG の選択肢を消していく感じです。じゃあ、例えばさっきの勉強時間で言うと、 え、じゃあ、同期って5時間あったよね。5時間毎日やってる人。じゃあ、1時間っていう選択肢もあったりとか、10分、0分ってあった時に、褒めるためだったら多分5時間になっちゃうんだよね。だって1時間選択してもさ、5時間許しいって思っちゃうじゃん。でも、自分を嫌いにならないための選択。例えば、今日ね、何時間勉強しようとか、俺だったら何時間仕事しようってなった時に、0を選んだら、絶対自分を嫌いになる。後悔する。なんでやんなかったんって思っちゃう。 で、10分は分かんない。その時によると思うんだけど。で、今、まあ、そうやって嫌いにならないための選択ってやったら、俺1時間でもね、よしとできる可能性があると思うよ。勉強だったら。俺10分でもいいと思うんだよね。ここまで見ててさ、例えば今まで春休みダラダラしちゃって0分だった人が、10分変わったらすごくないそこで、まあもちろんね、さっき言ったように何度も言うけど、自己肯定感が高くなりにくい時期だから、でも10分で私嫌いになるって言われたらそれまでよ。それまでなんだけど、でも、その褒めるためっていう、褒めるために選ぶ。 選択肢と嫌いにならないための選択肢っていうところの考え方は絶対どっかでずれていくるでそれを嫌いにならないためって私も最初は <laughs> あの同じだったから今の発想で言うとごめんなさいね5時間 <laughs> やらなかったら全部嫌いだわって思ってた人間だからでも、あのー、こうやってねもう37だからさいろいろ生きてきてみんなに伝えたいのは別にそこじゃなくても嫌いにならないことできないかなっていう。 みんながさ例えば、うん、落ち込んでる時期何か嫌なことがあってさすごい辛かった時に辛い時とかもう心がさ疲れきっちゃってる時とかって何もやりたくないじゃんもう生きてるだけでさもうえらいわけよそんな時期なんてだけどその時に10分だけでもやったらめちゃくちゃ偉くないかって思っちゃうんだよ俺でも褒めるためだと難しいからだから10分やれたから嫌いになるのはやめてあげようよっていうのは俺はできるようになったんだよねでそれでいいんだよって俺は言ってほしかった あの時にで一番病んでた中二中三の時には特にそう。うんだから それを言わせてほしい。もちろんこれに関しては、異論はあるだろうし、反論もあるとは思うんだけど、でも一意見として、俺はその考え方に自分は見つけて救われた人間だったから、だから共有したかった。それでいいんだよって。で、その発想を持っていくと、みんなの人生も長いじゃん、これから。長いわけよ。で、まあ、ひとまず1年が始まっていくわけだから、今から新しい学年がね。その中で、1年間、365日、毎日ハッピーとはいかないわけ。毎日うまくはいかない。100点は上げらんない。ね。それでいい。いいんだから。ただ、 その嫌いにならないための選択って何かなって。これを選んだら地雷になっちゃうよねって。もう勉強をやりたくないって思うけど、0分選んだら絶対嫌いになる。嫌いになるというか嫌いの種ができちゃう。それはやめようって。だから10分でいいから踏ん張ろうっていう風な発想。そういったふうに考えることはすごく大事だと思っているので、ぜひ、あ,あ、そういった考え方もあるんだなっていうのを受け取ってもらえたら嬉しく思います。まあ えっと、冒頭にも話しましたけど、残りの春休み、あの、まあ、ここまでうまくいってる方、それでいいよ。ね、あの、メンタル安定させて、いい入学式やないと、あと、新しいね、新学年迎えて、あの、突き進んでもらえたらいいと思うんですが、おそらく春休みって、自分もね、重講誌やってる時に、たくさんだらけちゃって、もうだらけまくるよ。<laughs> で、だらけて、別にそれがね、気分転換だったって言える方は、本当にいいの。それでいいと思ってる。ただ、多くの方がへこむから。へこんで、あ,あ、自分ダメだ、みたいな。 もうどうせ自分なんてって言っっちゃううのよ。でどうせって気持ちは人の成長をめちゃめちゃ妨げるからそう思ってほしくないのだから残り数日間もうほんと今日一日だけでもいいわ今日一日頑張れただけでももうねあとで頑張ったって、ね、前半ダメだったけど後半頑張ったって言えるわけだからそういう風に自分をポジティブな気持ちで嫌いになるところを選ばなかったっていう自分を褒めてあげる気持ちで ぜひね、えっと、新学年か、迎えてもらえたらと思います。はい、ということで、ここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日と今年もね、月曜日の16時半に毎週投稿していきますので、またよかったら来週の動画を見てみてください。それじゃあ、今週一週間も頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ